陽子の部屋ようこそ。今日は浅草台東区で音楽教室を開いていらっしゃいます高島富江先生にお越しいただきました。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。陽子先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、浅草台東区でピアノ教室を開いております高島富江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。実はですね、高島先生大変変わり種のピアノ教先生でいらっしゃって、音大一つ目の学校は音大出てないんですよね。はい、実は早稲田大学というところの法学部を卒業いたしましてあ、法学という世界なんですけど弁護士か何かをね、はい、目指して、はい、目指したんですが挫折いたしましてでも大変優秀でいらっしゃるんですけどもこんな風に面白くて、はい、でもその後しっかり音楽の勉強されて、はい、今は、はい、その後は学校はそうですね、あまりにも音楽を愛していたので音楽の方に進んでしまいまして親の期待を裏切りまして現在東京芸術大学の大学院というところで音楽の勉強をさせしながら演奏活動もさせていただいております。まあ、そんなねこうお勉強もできながらも音楽の道にこうね入ってしまったという、まあ、先生だからこそ大事にしてる思いがあると思うんですけども、はい、先生の教室はどんなことを大事にしてるんですか。はい、私の教室ではですね、はい、私自身の経験に照らして、うん、そのお勉強と、うん、ピアノを必ず両立していただくということをモットーにしております、うん、小さいお子さんはまず中学受験を視野に入れた、うん、カリキュラムを組んで、うん、で国語力をですね、音楽によって聞く力を伸ばす、それを通じて国語力を伸ばすということで学校の成績を上げるという。かっこいいですね。ピアノのレッスンなのに国語力ので結果的に勉強が成績が上がっちゃうと、はい、すごいですね。はい、塾もそうですね。はい、いや、塾講師やっております。そうなんです。もう大変でも本当いろんなことができる方なんですけど、はい、まあ、じゃあそれが終わると今度は、はい、中高校時代はですね、部活と受験勉強をピアノと両立させていただくということで、うんうん、スケジューリングのサポートなどもさせていただいております。なるほど。はい。でまあ、専門家の、ね、方のレッスンもできるということで、はい、音大の講師もしておりますので専門的に勉強されたい方にはきちんと対応させていただこうと思っております。なるほどね。またあとね、大人の方のレッスンなんかはどんなふうに、はい、大人 の, まず専門家を目指される方はですね、プロになりたいという方のためにはですね、私自身プロで演奏活動しておりますので、ここでは決して言えないような企業秘密、はい、企業秘密ですね、レッスンで伝授させていただいております。はい、また私自身その進路を変えた時にですね、非常に苦しい思いをしてきましたので、音楽のある人生の素晴らしさ、音楽によって苦しい時を乗り越えられたという体験を、泣ける話があるんですよ、はい、先生には。またプロフィールで、ね、ご覧いただきたいと思います。大人の方には、愛好家の方にもそれを楽しんでいただけるようにということ、音楽のある人生、はいはい、これをモットーに、はい、指導させていただいております、はい、ぜひですね、浅草台東区で音楽の勉強したいよという方はですね、もう本当にお勉強からも見ていただける、こんなお得な、ね、音教室なかなかないんですけども、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、小さいお子様からシニアの方まで、はい、ただいま体験レッスン受付中でございます、はい、台東区以外から遠隔の方からも通ってきていただいておりますので、はい、ぜひ、お問い合わせください、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。